小林光一郎は、東京都出身の日本のフリークライマー、パラクライマー。視覚障害のある、現役パラアスリートとして、障害者クライミング普及の社会活動、競技スポーツのパラクライミングの普及発展を担う。NPO 法人モンキーマジック代表理事、日本パラクライミング協会共同代表。1968年、東京都生まれ。 16歳でフリークライミングと出会う。大学卒業後暴力会社入社、アウトドアメーカーに転職。合計11年間企業人として勤める。1990年、大学卒業後旅行会社にて、約3年間の営業職に就く。その後、米国アウトドアメーカー国内反社に転職。店舗スタッフ、顧客サービス部門のアウトドアガイドとして、約8年勤務し、 計11年間を企業人として過ごす。1996年、網膜色素変性症という目の難病が発覚。将来失明するという医師からの告知。2002年、米国の全毛登山家、エリック・バイエン・マヤーとの出会いから、障害者クライミング普及を目指す。2005年、NPO 法人モンキーマジックを設立。同年、 アフリカ大陸最高峰キリマンジャロ党長。2013年、視覚障害リハビリテーション協会理事。2018年、日本パラクライミング協会副会長。2020年、日本パラクライミング協会共同代表。現在、現役フリークライマーであり、NPO 法人モンキーマジック代表。日本パラクライミング協会共同代表。 視覚障害リハビリテーション協会理事を務める、障害者クライミングの普及や講演等で全国を駆け回る、テレビドキュメンタリー、ありがとうございます。